久世氏は、下佐国籍宿藩藩主、不代大,大名の家系である。久世氏は、村上源次子賀の理由。三河国の方軍に視していた、小野重郎高広の小高長が、母方の姓を少子久ゼ氏の祖となった。孫にあたる久世広信が、大菅康隆率いる、横須賀州として、厚見勝義、坂部広勝らと共に、武田勢との戦いに武勇を誇った。後に、 徳川家康の直参となり、下佐、和佐国2500国の旗元に取り立てられた。長男の高等は、寛永三年に、下佐国海上軍内500国を、弟、久世広行に分与しているが、日田会婚により7000国余りの旗元となった。広行は、後に古生より累進し、官文九年大名に弟子、関屋土藩5万国の藩主となり、若年より、 老中を併職した。久世氏は、久世茂之の時、関屋土藩から、庭瀬藩、丹波亀山藩、三河吉田藩と転封されるが、関屋土藩に復帰する。幕末に、久世広金は、老中主座として、後部合体を進めるが失脚。関屋土藩4万8000国で、久世工業の時、明治維新を迎える。家族令によって、死者となる。十四下辞住。 老十十四位下自重、老十十五位下ザ抜きシ老十十五位下、山と守る十五位下、長と守る十四位下自重、老十十五位下沖州旗本、大草高吉の二男。ありがとうございます。